札楽山寺は、和歌山県東室郡那智勝浦町にある、天台宗の寺院。札楽とは、サンスクリット語の観音浄土を意味する、ポータラカの音訳である。境内は、国の史跡、熊野山山の一部。ユネスコの世界遺産、紀伊山地の霊場と三家道の構成資産の一部。仁徳天皇の地勢に、インドから熊野の海岸に漂着した裸形商人によって、 解散されたと伝える古札で、平安時代から江戸時代にかけて、人々が観音浄土である札楽山へと小舟で、那智の浜から旅立った宗教儀礼、札楽都会で知られる寺である。江戸時代まで那智七本願の一角として、大伽藍を有していたが、文化5年の台風により主要な道東はすべて滅出した。その後長らく仮本堂であったが、 1990年に現在ある室町様式の高い床式守法流法行型の本堂が再建された。隣接する浜の宮王寺社跡には熊野三初大神社が建つ。札楽は華厳行ではインドの南端に位置するとされる。また、チベットのダライラマの宮殿がポタラグーと呼ばれたのもこれにちなむ。中世日本では遥か南洋上に 不だらくが存在すると信じられ、これを目指して船出することを不だらく都会と称した。記録に明らかなだけでも日本の各地から40件を超える不だらく都会が行われており、そのうち25件がこの不だらく山寺から出発している。都会戦線上に作られた館には扉がない。館に人が入ると、出入り口に板がはめ込まれ、外から 釘が打たれ固定されるためである。その館の四方に四つの鳥居が立っている。これは、星神門、修行門、菩薩門、涅槃門の死での四門を表しているとされる。都会は、北風が吹き出す旧暦の十一月に行われた。都会戦は、友戦に沖きに栄光され、綱ぎ入れ島近くで綱を切られた後、朽ちたり大波によって、沈むまで漂流する。もちろん、 船の沈没前に都会者ががし、衰弱死した事例も多かったであろう。しかし、船が沈む様を見た人も、都会者たちの行く末を記した記録も存在しない。都会者たちについて、詳しく記した資料は残っていないが、初期は信仰心から来る儀礼として、不だらく都会を行っていたと考えられている。平安、鎌倉時代を通じて6名が都会したと。 札楽山寺に立つ石碑に記されている。これが戦国時代になると60年間で9名もの都会者が現れたという。この頃になると熊野三山,山への参経者が減少したことから札楽都会という写真業によって人々の願いを聞き届けるという形で宣伝され肝心のための手段としての側面が現れたとされる。16世紀後半、金工房という層が都会に出たものの 途中で館から脱出して、付近の島に上陸してしまい、たちまち捕らえられて、海に投げ込まれるという事件が起こった。後にその島は、金工房島と呼ばれるようになり、またこの事件は、井上康史の小説、札落都会記の題材にもなっている。江戸時代には、住職などの遺体を都会線に乗せて水槽するという、形に変化したようである。ありがとうございます。